ブルージーフルージーことイジー役の小松美香子です。イジーちゃんはですね、もうほんと突然主人公正義くんの前に現れ、まあ意味深な言葉を残していくんですけれども、もうすごく、まあ、正義くん自身も道場が、お家が道場なのですごく身体能力の高い子なんですけど、その正義くんをかなり上回るスペックの持ち主で、まあそれにもすごく秘密があったりするんですけれども、でそしてイジーちゃんはこう同年代の子よりもだいぶ大人びた、まあ、喋り方だったりとか、まあ、言動も性格もそうなんですけど、そこにも実はちょっと秘密があるという、なぜ大人びているのかという部分にもかなりいろんなものを背負って秘めている女の子ですね。まあそんなクールな部分もあるんですけど、ちょっと猫舌だったりとか、まあ猫耳をこうかぶせられたりとか、ちょっとそういう可愛らしくさせられる一面もあったりして、周りがそれに燃えているという、シーンも結構ギャップであったりします。で、イジーと自分が重なる部分、猫舌ぐらいですかね。全然自分も全くそんな大人びてるとかっていうこともないので、まあよく言われるのは黙っていれば年相応には見れますよみたいなことは言われますが、まあそうですね、まあ逆な部分の方が多いかもしれませんね。私は全然もうキックも上がらないので、イジーちゃんのような身体能力はゼロです。イジーちゃんの見どころ、まあ、そうですね、作品自体がもう中二病感満載の、もうこういろんな異種能力を持った、そしてバトルアクションというところがありますので、イジーちゃんのそのバトルシーンにもかなり注目してほしいなと思います。すごく強いので、結構戦っているシーンなんかはもうものすごく皆さん残像で追えないんじゃないかというシーンが結構あるんじゃないかなと思います。その反面、まあ、可愛さっていう部分の、ギャップが楽しんでいただければなというふうに思います。まあ、そんな世界観ではあるんですけども、背負っているものはすごく、結構重たかったりもするので、皆さんその世界観に浸って楽しんでいただければなと思います。